かくなるってね。おはようございます。確かに今年最後の暖かい日かな、わかんない。でも今年すごいなんか天気よくわかんないから、大晦日も暖かくなるかもしれないよね。おはようございます。すっきりしてる？あ、今日危なかった。三度寝しそうでマジで怖かったっていうお話。昨日は12時半ぐらいに寝て、12時半、うん、12時半ぐらいに寝て、普通に目覚ましかけて、そう目覚ましで起きたんですけど、ちょっと眠くて、やばい今日眠いぞと思って、起き上がれないと思って、でも起きました。そう眠い。今日顔起きてる？顔起きてんのかな。目はね眠いんですよ。多分今頭が超ぼーっとしてると思う。そう、ううん、会議はね全然早く終わったんですよ。何時に終わったっけ。会議は11時前に終わったんですけど、あ、そっか、何してたんだろう。そして何してたか全然記憶にないんだけど、寝たのは確か12時半ぐらいだった気がする。会議の議題、会議の議題、会議の議題は12月3日の公演のこととかを中心に話してるのと、あとまたみんなでプランクし始めました。プランクというか筋トレというか、なんかどうしてもやっぱりみんな住んでるとこが違うし、お仕事の関係で時間が合うことがなかなかなかったんですね。で、今までできてなかったんだけど、最近なんかまた始まりました。公演の構成はほぼ研究生、ユニット公演は多分メンバーが考えてると思います。で、ちっちゃいもんはもう全部メンバーで考えました。多分他のユニットもそうだと思う。ダンスの先生とかも入らず、はい。そう、パジャマ、この時間はパジャマ。シュアオちゃんからありがとうございます。昨晩眠るのあんまり早くなかったけど、たまにあるよね。でもね、携帯夜に見なかったら早く起きれるわ。
歌うまくなった？それは嬉しい。それは嬉しいです。頑張りますね。嫌いなのかもしれないな。掛け声もメンバーの発案、メンバーの発案です。でもあれ本当は今色を英語で言ってるんです。ブラックゆうちゃん、レッドよひこ、ブルーてらひなみたいな。あれ本当は日本語だったんですよ。黒はゆうちゃん、赤はよひこ、青てらひな、ピンクはるる、緑おさら、オレンジあおちゃんだったんですけど、なんかそれだと聞き取りづらいってなって、前日くらいに英語になりました。おはようございます。寝るときなんか聞いたりするの？寝るときはなんか、寝るとき音楽聞くとその音楽に集中しちゃって寝れなくなっちゃうから聞かないです。オレンジは英語だけど日本語のところはオレンジにしました。そう、自己紹介長いんです。くっつき虫を青の英語で、雲一つない青空にします。忘れ物連絡係、オレンジ担当の最年少、あーちゃんこと古田葵です。よろしくお願いします。あれね、絶対いつもの普通の自己紹介はもういっぱいやってるから練習しなくてはできるんですけど、ちっちゃいもんの自己紹介は声始まる前に一回口に出す。長いから。申し込み完了できました。ありがとうございます。長くて情報量多いんですよ、すごい。多分当選メール来てた。よかったです。ありがとうございます。そうそうそう、公演でも、ちっちゃい萌え公演のリハはすごい踊った。3回ぐらい通して、まあでも曲数が普通の公演より少ないけど、さすがにあの公演も3回全部通しで踊るとちょっときつかった。リハーサルの時に、役割が多くて。リハーサルですか？リハーサルはマネージャーさんとか舞台チームさん、舞台音響さんとかマイクの方とか、そういう音を出してくださる方とかとのリハーサル。おしゃべり会の追加日程、なおちゃんが話したい話題とか、おすすめの話、おすすめの話題はありますか？でもこの12月12日が多分ボムさん発売、ボムさんが12月9日に発売されるんですよ。だからその感想を聞いてみたい。12月12日
じゃなくてもいいけど、まあ、この日が一番早いけど、なんだろう、話したい話題でしょ。あ、でも公演の感想とかめっちゃ聞きたい。12月3日の公演の感想とか。26は今年も大変お世話になりましたっていう話、来年もよろしくねっていうお話今年1年ね。そう、なんかもうすぐさ年明けたらさ、もう TDC から1年とか経っちゃうよね。早っ。いいね、ありがとうございます。ボウリング大会から2年。そうなの、すごいね。ボウリング大会したね。懐かしい懐かしい懐かしい。本当に着るものとか、うん、着るもの変える予定はないけど、髪型はどうしようかなって迷い中そう、声の感想とか分かりやすいかなとTDC なんて懐かしい。多分12月のあれ、オーディション合宿あったのいつだっけ。なんかちゃんと日付覚えてないや。でも12月のどこかだった気がする。そう、公園の受付会いに来てね。自分が取った3回のスペアの後、青ちゃんが変わったね。それは本当にすみません。ボウリングマジで分かんなすぎて でもあれ楽しいですよね。TDC 懐かしい、本当に。ああ懐かしい懐かしい。もうレッスン期間が大変だった。ちょっと古舘の家が見えてなかった。懐かしいな怖かった。ボーリングねでもめちゃめちゃ距離近くなるよね。あんな近くなることあんまないよね。握手会とかじゃない限り。そう、ボーリングの感覚全然わかんなくてTDC1 月だった。でもめちゃめちゃ TDC のもう超鮮明に覚えてるレッスン期間もだし、合宿期間のこともなんかもう必死すぎて、なんか合宿の時はなんか
服の何日やったんだっけ、3日とかだっけ、2日とかだっけ、そう、なんか1日目の夜とか2日目の夜とかすごいなんか今まで泣いてなかった子とかが泣いてて、それででも全然涙出なくて逆に不安になった。こんな状況に置かれてるのになんか涙出ないの逆にやばいなと思ってって思って焦ったけど、必死すぎて全然泣くどころじゃなかった当時難しいな。でもどうしてもどうしても TDC に立ちたかったそう多分みんな思ってたと思う。でも青が一番怖かったのは合宿最終日が一番怖かった。アイドルやってて一番怖かったあの日がってたんです。だってなんか泣いてた。選抜発表の時は泣いてた TDC の。なんかその前になんか暫定の16人みたいな中でなんかすごいなんか何みんなのなんか3日目に2日目を見て決めた16人をまず決められて名前呼ばれてそこに入れたんですよ。そこに入れたんだけどその後にもまたその16人でのパフォーマンスを見てバランスとかを見てまたそこから変えるんですメンバーを。その何2日目を見た16人からそのこの1回選ばれた16人から外されてでその結果発表直前の暫定発表のとこには入んなかったの16人の中に。そうオーディション直前の入んなくて最終的な暫定というか、まあ、ダンスの先生が決めたのに入んなくてそれでもこれ終わったと思ってもう超泣いて、でもすぐにオーディションがあるからとりあえず歌を歌おうと思って泣きながら歌の練習してましたもう怖かった。そうちょっと目覚めてきたそんな感じだった。朝じゃない合宿の話だからもう選ばれた時感動すぎてえってなった。
ていう話です。そういう話どんな感じでした。でもまあ嬉しいのもあったけど、それよりなんかもう頑張らなきゃ感、なんかもうとにかく頑張らなきゃって思ってた。やっぱりその全員で出られるわけじゃないじゃなかったじゃないですか。やっぱりその合宿を通して選ばれたわけだから、そう、え、合宿終了後に握手したっけ。ああ、ないかもしれない。確かに、そう、クリスマスの時、来てほしい。映像速くいれません？ TDC の映像。あった方がいいよね。おはようございます。歌の審査やばかった。歌の審査、ダンスの審査よりやばくなかった。怖かったけど怖かったけど、歌の審査は思ってたより、なんか歌全然無理だと思ってたから、ダンスより歌が心配だったけど、実際合宿したらダンスの方がやばいかもってなった。暗闇求むチームじゃなかったんです。青は君はどこにいるのチームでした。どこかで泣いてる日の涙、先生のそんなに怖くなかった。短い時間でも歌が、多分改善したと思う改善したと思う。多分 TDC 通して青の歌に対しての見方、歌なんかそう変わったかもしれない
本日インフルエンザの注射頑張れ。ねインフルエンザの注射ってさ、刺すところよりさ、刺した後に押すのが痛くない？そう、その合宿って2000字、あ、TDC の合宿の話です。今話してる。なんか多分 TDC と TDC だって TDC の何ユニットで履き物ユニットで履き歌歌唱系のユニットに入ってから歌頑張ろうと思った。でもまだまだだけどまさか自分そっちに入ると思ってなかった。注射痛いよね。頑張って。一緒にしてほしいよね、注射って。でもさ、何？一瞬の人もいるじゃないですか。病院の先生にもいるけど。え、変わった串これ普通の串大事。あと2杯ありがとうございます。あ、じゃあスクショタイムしますねありました。はい、そんな感じでみんな木曜日も頑張ろう眠いね、眠いゲストたちのありがとうございます。ということで、また夜に会いましょう。今日も頑張ろう。あう。いってらっしゃい。いってきます。バイバーイ。